トレイルブレーザーは日本の競争は主な勝ち倉に2011年のアルゼンチン共和国売2012年の京都記念。2009年9月21日、新潟競馬場での2歳新馬戦でデビューし、一着。2歳時はこの一戦で切り上げ、翌2010年3月に戦列に復帰し、5月、京都競馬場での500万下条件戦で2勝目を。 上げて千万したクラスに昇級。クラス2戦目の九十九里と区別を勝って、菊花賞に駒を進め、ビッグウィークの発着に終わった。4歳となった2011年は、初めの4戦は勝てずも5月のカラスマステークスを勝ち、続くメグロ記念でも4着に入る。宝塚記念発着、順、オープンクラスに高級して、初戦のことステークス2着の後、11月の、 アルゼンチン共和国売では指してきたオーケンブルースリを一馬身4分の1差抑えて重勝初勝利を飾った。その後はジャパンカップでブエナビスタの4着、香港バーズでドゥナーデンの6着に終わる。2012年を迎え、初戦の京都記念では2着ダークシャドウに二馬身差をつけて重勝2勝目。 3月のドバイシーマクラシックに選出されて、正体を受諾し遠征予定も、微出血により断念。メグロ記念9着の後宝塚記念に出走予定も、6月20日の調教後に再度微出血を発症して、回避を余儀なくされる。ここに至り、微出血の予防に効果があるとされる、利尿剤のラシックスを投与できるアメリカへの遠征を、決め、 サンターニタ競馬場でのブリーダーズカップターフを目標にすることとなった。9月に渡米し、アメリカ初戦の10月6日の G2 競争、アロヨセコマイルステークスでは、オブビア3の2着、本番のブリーダーズカップターフは、レース前日の調教で外傷を負ったが出走に、こぎつけ、レースでは先行しつつもリトルマイクの4着に終わったが、ブリーダーズカップ全体では2010年の、 ブリーダーズカップフィリーベアターフで4着に入ったレッドディザイアと並ぶ最高着順の大記録となった。帰国後は有馬記念に出走してゴールドシップの13着に終わる。6歳を迎えた2013年はファリダットをタイ同馬として従えドバイミーティングを目標にドバイ遠征を観光するがドバイ初戦のマクトゥームチャレンジラウンド3は12頭立ての10着。 前年のヒ貧馬ンカン馬ジェンキルドンナと共に臨んだドバイシーマクラシックもセントニコラス・アビーの11着と振るわなかった。ドバイから帰国後、帰国初戦の七夕賞で2着に入ったものの、以降4戦は2桁着順を重ね、2014年の日経賞15着が最後の競馬となって4月4日付で競争馬登録を抹消された。引退後は乗馬となり、 福島県南相馬市の大滝馬事園、山梨県北斗市のステーブル小渕沢でつなぎよう。2020年の全日本ジュニア馬バ馬ババ術大会などに出場している。以下の内容は、ジャビスサーチ、netkeiba.com、香港サイバ会、イーカブイス、レーシングポストの情報及び、記載法に基づく。ありがとうございます。